筑前内野駅筑前三階駅間の冷水峠を越える木波31系筑豊本線は福岡県北九州市若松区の若松駅から福岡県筑紫野市の原田駅に至る九州旅客鉄道の鉄道路線である。鹿児島本線と笹栗線を含めた黒崎駅、折尾駅、桂川駅、博多駅間には福北豊、線、若松駅、折尾駅間には 若松線、桂川駅、原田駅間には、原田線の愛称が付けられている。かつては、石炭輸送が盛んであり、炭鉱などに通じる多くの貨物支線を有していたが、炭鉱の閉山によって、現在は全て廃止された。現在は、旅客列車のみが運行されている。能形市、飯塚市などの市町から、北九州市、福岡市などへ通勤。 通学利用が主体となっている。2001年に、オリオ駅桂川駅間が、笹栗線と共に電化された。それまでの非電化時代には、ラッシュ時輸送に対応するために、客車列車が設定されていた。また、都市間輸送を強化するため高性能な機動車も、投入された。長らく、本線を名乗る JR 線としては、最短の路線であったが、2016年に、 ルモイ本線、2021年に、日高本線のそれぞれ一部区間が廃止されたことで、2021年4月時点で、日高本線、ルモイ本線に次いで3番目に短い路線となっている。全線が旅客営業規則の定める、福岡近郊区間に含まれる。本線を名乗る JR 線で、全域区間が大都市近郊区間に含まれていた路線は、 国鉄時代から通してしばらくこの地区方本線のみであったが2009年3月14日に東日本旅客鉄道総武本線鳴門駅、調子駅間が新たに大都市近郊区間に含まれるようになって道路線全区間が対象となったことにより道路線が唯一のものではなくなっている IC 乗車カード守護課が若松駅桂川駅間で 使用可能となっている。一方、原田線は、守護家利用エリア外であり、桂川駅、原田駅間の途中駅では利用できない。しかし、特例として、福北豊線の各駅から、原田駅園鹿児島本線方面の守護家利用エリア駅総合間を、守護家を用いて乗車する場合、原田線を通過できる。2016年12月22日より、 スマートフォンアプリ、JR 九州アプリ内の列車位置情報システム、どれどれが運用開始され、福北豊線、1若松線のページにおいて、リアルタイムの列車位置情報が配信開始された。なお、原田線については未提供である。2018年9月28日に、駅ナンバリングが制定された。筑豊本線は、路線相性の区間別に、路線記号、 ラインカラーが制定され、福北豊川線は JC の路線記号、黄色のラインカラー、若松線は J の路線記号、青のラインカラー、原田線は JG の路線記号、緑のラインカラーが制定された。全線が本社鉄道事業本部直轄となっている。2001年の電化時から農型駅博多駅間に運転開始した通勤客向けの特急、海王が、 能型駅桂川駅間を通っている。1950年から1985年にかけて、本州九週間を直通する以下の特急、急行列車が、折尾原田間を経由していたが、1985年に、新大特急、暁の筑豊本線経由がなくなったのを最後に、消滅している。このほか筑豊本線から北彦山線に向かう直通急行列車、 北、半田が1966年から1980年まで運行されていた。かつては、若松駅、原田駅間の全線を通して運転される列車や、後藤寺線などの支線に乗り入れる列車もあった。しかし、1968年に、笹栗線が開通して、筑豊本線内から、博多駅に直通する列車が、原田駅を経由しなくなったこと。 各炭鉱の閉山に伴い沿線人口が減少して、四線の宮田線や勝木線などが廃止されたことや、福岡、北九州両市への通勤、通学利用が増加したことなどに伴い、当線の運行形態は大きく変化した。この変化に応える形で、2001年には一部区間が電化され、運転系統に合わせた愛称名が付与された。全域区間で、 ワンマン運転を実施している。若松駅、折尾駅間若松駅能型駅間直通列車が主体だが、ラッシュ時などに若松駅、折尾駅間の区間列車が運行されている。日中はおおむね毎時2本程度運行されている。若松線は全線複線だが、電化されなかった。河川式蓄電池電車の先行投入区間として選ばれ。 蓄電池電車ベック8 1 9系の量産先行車が2016年10月19日から一部の列車で運転を開始した。2017年3月3日をもって機動車運用を終了し、翌4日からは若松線の全列車がベック8 1 9系で運転されるようになった。折尾駅か川駅間下関駅や鹿児島本線の文字港駅、 黒崎駅、折尾駅、能型駅、博多駅間を直通する列車が多数運転されている。旅客列車はすべて電車である。福岡都市圏の拡大に伴い輸送需要が増加し、列車本数は増加傾向にある。博多駅、能型駅間で運転されるワンマン運転の列車は2006年3月17日まで無人駅を呼び、 友人駅での営業時間外の停車時に関しては、前の車両のドアのみ開き、乗車時には整理券を取る必要があったが、2006年3月18日のダイヤ改正後より、すべての駅で列車のホーム側のすべてのドアから乗り降り、できるようになった。かつては、金曜の深夜運行の臨時列車があったが、2007年3月18日に、毎日運転の定期列車に格上げされた。 桂川駅、原田駅間冷水峠を挟み、同一県内ながらも、輸送需要は少ない区間である。1日8往復のみの運転で、平日は4時間程度間隔が開く、時間帯がある。2005年3月1日のダイヤ改正以後は、全列車が、桂川駅、原田駅間の運転となっている。現在は、途中駅の交換設備が、 全駅とも撤去されているため、この区間で同一方向への運転は可能であるが、列車交換は不可能である。この他、能型駅から新飯塚駅、桂川駅間に、後藤実線を呼び、原田線の車両の送り込み改装がある。かつて、原田線の車両は運行のない昼間の時間帯に、新飯塚駅の引上げ線に留置していたが、現在は、能型駅まで改装されている。 原田線では夜間大白はなく、始発前に農型運輸センター桂川駅間で改装運行される。昼前に一度運用を終えて農型へ改装するが、その後別の車両が昼過ぎに再び桂川駅へ改装され、最終列車運行後に農型へ改装する。また、農型熊本、鹿児島の各車両センター間での車両転属。 送り込み回送でも当線を経由して運行されることもある。山陽新幹線博多開通の1975年頃から当時の最新鋭機動車キハ66.67を使用した快速列車が運行されていた。キハ66.67の上高口横には青い白抜き文字の快速サボが差し込まれていた。鹿児島本線文字港駅。 小倉駅築法本線笹栗線鹿児島本線、博多駅までの区間を途中の飯塚駅を境に分断して運用されていた。JR 移行後は農型駅を境に分断して運行されていた。1991年から農型駅博多駅間で当時の新鋭駅派200を使用した赤い快速がほぼ終日毎時一本運転されていた。電化後の快速は 停車駅が増加し、毎時1から2本設定されている。石炭輸送を行うため、地下方工業鉄道により開業し、九州鉄道を経て、1907年に、鉄道国有法により、国有化された。路線は若松から、上山田方面と、長尾方面に伸びていたが、若松、原玉が全通すると、飯塚、上山玉は上、山田線として分離された。 国鉄分割民営化後に上山田線は廃止され、筑豊本線は電化された。他路線に分離された区間は除く。は、貨物駅を表す。区間別の平均通貨人員、旅客運輸収入は、以下の通り。ありがとうございます。